例えば電動ガンのスプリング、外径も似たようなもんだけど、まあ自由帳が全然違うんだけど、入れれば入りますよ。ほらパチッと一回入れてやります。これです。ここちょっと怖いんですけど、ほらこれで使えるようになります。こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日はねこれです。クラウンモデルの、エアコッキングショットガン CM870、 対象年齢10歳以上用のエアソフトガンですね。これ、2回動画にしましたよね。アポ出し性能チェックとデスコープの受けでね、ダイモン団長カスタムとか言ってね、かなりね命中精度がいいんで、10金のこの手のモデルにしてはね、なんでスコープ乗っけても結構楽しめると、そんな感じでやったんで、今回はねこれを分解組み立てやってみますね。一回バラして組み直しと、メンテナンスのお供とかね、あと壊れた場合の修理とかパーツ交換とかね、あと18歳以上の人だったらね、スプリングの径とか気になると思うんで、その辺ちょっとやっていこうかなという動画ですね。まずね、このレールを取り外していきますか。ビスがここだけなんです。よく見るとこの1本だけ質感が違うんで、左右ここね1本ずつ外していくんですが、こんな感じでね、上にっていうかパコッと外れてきますね。グリップパネルはこれ左右の4箇所のビスだけでいいのかな。ああ外れてきた。ここ左右4本のビス外すだけで OK でした。とりあえずバレルの脇に2本ずつビスあるんで、上抜いてってみましょうか。じゃあね、ここのビス外したらここがニョッと外れるんですよね、バレルとチューブが。ただここにねスプリングが入ってて、スプリングのテンションがちょっとかかってるんで、ちょっとこうチューブラリンな状態になりますが、トルクスの8番か。なるほど、わかりました。じゃあここトルクスの8番かなで開きました。こことここにもう1本ありましたね。多分これが同じトルクスの8番です。この2本のビスを外してやるともうモナカが割れるみたいです。はい、よいしょとね、モナカが割れましたと。このコッキングハンドルは意外と素直に抜けてきたんだけど、ここね、ここに引っかかってたのか。でこれちょっと順序が前後するかもしれないけど、ここにね樹脂製のこうリングが入ってるんで、これを抜くと今スプリング出てきましたけど、これでフォアグリップの分解ができるんだね。でバレルはポコッと入ってるだけなんで抜き取ります。これは長ささえ合えばタイトバレルを入れられるね。まずここスプリングのテンションかかってるんでって言ってもそんなに、ノズルが長い、ピストンとシリンダーとチャンバー周り。じゃあねこのねホップチャンバーがちょっとね分解しにくい構造なんだね。今ここにピンが打ってあったの抜いたんですけど、ね、このピンを抜くとここのアームが前に引き抜けるのか。あ、これは繊細だ。これね、前に引き抜ける。そうするとホップテンショナーもね取り外せて、でこれがホップパッキンです。でねこれちょっと特殊な構造になってて、こいつ、このね T 型の部品が玉切りっていうか、一発一発玉を押さえる、玉ポロしないようにしてるやつだと思うんだけど、中にね突起が2つ出てくるんですよ。突起がね2つ出てきます。ポップアップの突起はこの辺で、こいつが押してる突起がこの辺で、2箇所にね突起が出てる構造になってるの。面白いね。これがね、2本の爪でギュッとこう押していく構造になってるんで、割合しっかりホップがかかります。ってて気づいたんだけど、これ抜けますね、このホップパッキン。一応溝が切ってあって方向決まってるんだけど、で奥にね玉っていうか突起が2つ
ありました、うん、そこがこの切り欠きの位置に来るようにね、ここを押せば奥の突起がね、突起が2つ出る仕組みにはなってますけど、ね、ここのプラスチックの部分ごと入ってるんですね、うん、これだけとりあえずチャンバー周りなんで結構分解できます、ね、マガジンキャッチはここにスプリングが入って、ここでこう止められてるだけなんだね。こいつをこう押すと、うん、これねワーグリップっていうかコッキングハンドル、こんな感じでシリンダーを押さえてて下げれば、シリンダーと一緒にピストンも下がって、でピストンだけね置いてくると、トリガーまあ取っちゃいますね、とりあえず一旦ね、うん、でこれが視野、これがトリガーが制御してる方の視野です。でもう一個の視野、これがこの天秤を返してこういう制御されてるんですけど、これが何かっていうと、シリンダが前にある時、要はフォアグリップを前にある時に、この視野を一応開放しとくと、ね、フォアグリップが前にならないと、要はトリガー引いてもピストンが前に行きませんよと、そういう制御をしているものですね、うん、なんでねここにこう入れてやって、こう2つ視野があってね、ここのこの字の部分に2つスプリングかけなきゃいけないんですけど、こうこれがトリガー用のね視野になってます。まあシリンダーはねここまでしか下がりませんけど、こっからピストンが下がるんだけど、ピストンがカチャッとね、ここでロックされます。でコッキングハンドル前に戻すと、ピストンがね前進して弾一発送り込んでる状態になると、ね、こんな感じです。でトリガーはこうここにねこう入ってて、トリガーはもういつでも上の視野だけ動かせるんですけど、うん、こいつこの部品ね、この部品がこう入るんですけど、これ結構飛びやすいんでね、テンションかかってるんで、シリンダが前に行くと、わかります、シリンダが前に行くとこの視野を解放していると、この状態でトリガーを引くとやっとピストンが前進できるとね、こういうメカニズムに、まあ、なってます。こいつはねテンションがかかって飛びやすいですと、そんな感じかな。スプリングはねそんなに強いの入ってませんでした、うん、で、例えば電動ガンのスプリング、うん、あ外形も似たようなもんだけど、まあ、自由帳が全然違うんだけど、入れれば入りますよ、ほら、うん、でピストンガイドにも入ると、でギュッと、これきついだろうな、あそのままだときついね、相当カットしないと、うん、ただまあスプリング変えてテンションこうを変えるっていうことはできると思います。組んでいきましょう。これチャンバーね、このあるべきところにスッと置いてやって、でここにこのちっちゃいパーツあるんでね、これ忘れないで乗っけてやって、でピストンとシリンダーを乗っけてやって、ここでこれ入れてもいいか、メインスプリングとスプリングガイド入れてやって、まあ、ここにこの長い方の視野を入れてやって、この字の部分にこうスプリングをかけてやって、でトリガーが制御する視野入れてやって、ここにスプリングかけてやって、でトリガーのこの突起ね、突起をこう上に逃がし加減で組んでやって、これでもうトリガースプリングが効く状態になってます。でちょっと気を使うのがこの天秤状のパーツ、これまあ逆への字型で幅広い方が後ろだと思うんだけどね、でこいつこの部品をこうギュッとちょっと押し上げながら入れてやるとスムーズに入るんじゃなかろうかと、うん、ここね押さえといた方がいいです、もう飛んじゃうんで、うん、こんな状態です、組んだ状態見えるかな、ね、あとはマガジンキャッチをここにちょっと乗っけてやって、で僕ちょっとね組み方これで合ってるかどうかわかんないけど、僕流でちょっとやりますね。まあこの状態でモナカも僕組んじゃいます、モナカを組んじゃいます、こうでトリガーまあ
動くことを確認して、マガジンキャッチとか動くことを確認して、まあとりあえずアウターバレルと中部にフォアグリップ入れてやって、スプリング入れてやって、これで止めてやります。でこここうスムーズに動くことを確認して、でチャンバーにね、もうバレルをここで突っ込んでやりますと。まあこれは圧入なんでね、キュッと。まあビス締めたい人はもうこの辺で締めちゃってもいいかもしんないけど、でこっからねこうスーッと入れていきます。うん、でこれだとまだあれなんですけど、この棒を奥にパチッと一回入れてやります。あのこれです、ここちょっと怖いんですけど、うん、ほらこれで使えるようになります。で抜けなくなります。これね、この棒が内側のシリンダーの部分とカチッとカチッとかかるようにしてやるんですよ。なんか結構怖いですけどね、多分メーカーの人もこんなやって組んでんじゃねえかなとは思いますが、うん、あの僕が行き着いた一番スムーズな組み立てがこんな感じです。このね短いトルクスはここだし、でバレルの4箇所のビス止めてやって、うん、こんな感じ、これです。ね、これここまで組めればあとはもう外装パーツつけていくだけなんで、まあ組み立てこんな感じです。こんな状態いかがだったですか、分解組み立て。僕ね、前の前の動画かな、箱出しの動画で、ね、これ SS そのまんまじゃねーのなんて話してたんですけど、分解してみてね、まあメカニズム的には視野が2つあって、うん、フォアグリップの前進しきったところで解放する用の視野があるとか、メカニズムは似たようなもんなんですけど、なんか細かい部分いろいろ違ってたんで、もしかしたら全然違うのかもしれないです。あのその辺ちょっと誤解を招くような言い回しをしちゃったんでね、ちょっとお詫びしておきます。うん、そんな感じかなです。そうだな、シールテープ巻いたりすれば機密も取れるんじゃないのとは思いました。まあ、僕は10禁止初速でいいんで全然特にいじりませんでしたけど、チャンバー周りね、意外としっかりしたチャンバーが入ってて面白かったです。あ、そうそう、ここね、ここの真ん中を遮ってる部分をちょん切っちゃえばこいつは結構な範囲で動きます。ただ玉詰まりするんだろうと。でスプリングも強いものを入れようと思えば入りますよね。電動ガンのやつ入りそうだったし、自由帳が短いやつとかね、カットして入れるとかしてやればだいぶ入るんじゃないですか、いろんなスプリングで好みに調整して10禁じゃなくなっちゃうけど、ただ各部のそのなんていうんですか、耐久性はね微妙だと思います。トリガーからして全部内部の視野も全部樹脂なんで、その辺がねちょっと気になったかな。パワーを上げるんであればね、所属少なくてもいいんじゃないかなと僕自身はちょっと思いましたが、うん、なんで僕は何もしなかったですけど、もしそういうカスタムをしたいんだったら S2S のやつをなんか見つけて、今ないもんねあれね、うん、であっちで18禁所属で遊ぶ方がいいのかなとは思いましたけど、うん、この場でね、この手の長自由帳の長い場ね、無理やり入れれば入るんだろうけど、外形はね似たようなもんで、スプリングもすんなり外れたんで、スプリングの交換自体は楽です。電動ガンのスプリング切って入れれば初速アップとかできると思います。あとなんかカラーかませたりねしてもいけるんじゃないかなと、うん、あとはそうだな、インナーバレルは単純な筒だったんで、うん、長さと外径さえ合えばタイトバレル入るなぁと思いましたけど、うん、そんな感じかな。あとはチャンバーとのマッチングがあるんでね、それで命中精度が上がるかといったら分かんないけど、初速は上がるんじゃないですか、これよりタイトなバレルが入れば。今どのぐらいのバレルが入ってるのか僕ちょっと分かんないけど、うん、そういうカスタムもできるかもしれないと思いました。はい、ということです。慣れれば組み立ては簡単ですが、うん、ちょっとコツが必要かなという分解組み立てでした。
ね。ということで今日の動画これでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべしうつべしうつべし、元に戻ってよかったよ。